はい、どうもめちゃんねるです。今日はですね、先ほど那覇空港の方に到着しまして、これからね、レンタカーを借りて、国際通りとかね、そっちの方に行ってみたいなと思います。もうね、今ちょうどバスで、日本レンタカーの方にやってきたんですけど、これからね、手続きをして車を借りに行きたいと思います。じゃあね、行ってまいります。はい、じゃあね、これから出発して国際通りの方に向かいたいと思います。しながら、国際通り向かってますけど、曇ってますかね。まあ、比較的天気はいいんですけどね、雲がちょっと厚めですね。はい、いや車の中だとさすがにマスク取って大丈夫ですよね。いやずっとね、飛行機の中マスクしてましたんでね。はい、今ね、国際通りで信号待ちと、やっぱりね、観光客の姿はまばらですね。ほとんどいないかな。まあ、ちょっと土曜日で、まだね、これから帰るっていう人が少ないので、あまりお客さんいらっしゃらないのかもしれないですけどね。こんなような状況ですね。はい、じゃあね、これから国際通りの方をね、探索しに行きたいと思います。人はやっぱりね、まばらな感じですよね。で、早速ね、駐車場付近にありましたこちらのコリン・ウィルコックスのね、お店の方をちょっと見ていきたいと思います。こんな感じでね、2階もあるんですけどね、ハワイアンテイストの、ね、雑貨が置いてあるお店でございます。まあ、実際にはね、コリン・ウィルコックスさんっていう絵をね、描く女性の方いらっしゃるんですけど、その方のデザインで、グッズをね、作られているという状況のお店です。これがね、沖縄店ですね。ちなみにね、お店の方は撮影 OK でございます。こういった感じでね、アートも飾られてますね。はい、T シャツやらね、ステッカーやら何やらお買い上げさせていただきました。またね、次回もね、お伺いしますという約束をしましたんでね、また来週あたりなかな、行きたいと思います。はい、で今ね、もう夕方15時過ぎぐらいの、国際通りですが、やっぱりね、人はまばらですね。こんな感じです。なんか食べれるところをちょっと探して軽く食べてホテルの方に向かいたいなと思います。はい、ここもなんか T シャツ屋さんで、のび太くんとかドラえもんとかね、しずかちゃんとか、なんかキャラクターの可愛い T シャツがいっぱいありますね。このようにね、まだ結構シャッター閉まってるお店もね、まだまだ多いですね。7月中旬下旬ぐらいにはどうなんでしょう、オープンするんでしょうかね。この通りね、臨時休業ということでね、張り紙が貼られてますね。4月11日からもこんな状況みたいですね。はい、それにしてもね、本当に暑いですね。いやなんか昨日までね、大雨だったみたいですけど、今日はね、非常に晴れている状況ですね。はい、お土産屋さんもね、やってますけど、やっぱり人がね、ほとんど入ってないような状況です。はい、とりあえずね、お店探してるんですけど、結構ね、やってないんですよね。で、ステーキか、スシローかみたいな感じなので、ちょっとね、せっかく沖縄来たものの、まあ、ちゃちゃっと食べれるね、スシローの方に入っていきたいと思います。最近ね、オープンしたばかりみたいですね。沖縄に来てスシローかって感じですよね。まあ、とりあえず何も食べれないよりはいいかなと思いますので、入りたいと思います。ドラッグストアの上にあるんですね。面白い。こんな感じでね、札ドラの上に、札幌ドラッグストアの上にスシローがあるような感じみたいです。はい、こっちのスシローの手前のね、フードバーとかはね、今やってないような状況みたいですね。結構空いてますね。
い、結局ね、スシローを食べることになりました。まあね、でやっぱり限られてますし、もう時間がね、中途半端な時間ということもありますんでね、とりあえず何か食べたいなと思いまして入りました。じゃあね、このスシローでご飯食べてね、ホテルの方に向かいたいと思います。はい、というわけでですね、今スシローでたらふく食べてきました。これからね、車の方に戻ってホテルの方に、行きたいと思います。今回のね、動画はこちらで以上になります。この動画がためになった、参考になった、面白かったよって方は、ぜひ高評価ボタンとね、コメント気軽に残しておいていただければ幸いです。国際通りね、もうちょっと、にぎわいがね、戻ってくるといいなと思いますけどね。はい。あとね、概要欄の方に Twitter や Instagram やってますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。またね、どんどん動画をお届けしていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。